中林株式会社は、大阪市中央区北浜東と東京都板橋区、東坂下に本社を置くアルバムを中心とした、紙製品や事務機器、育児用品の製造販売を行う企業。アルバム、製本事業で、国内最大手のシェアを誇り、製本、手帳、シュレッダーや収納製品、セキュリティ製品、介護用品の一部を、製造輸入販売している。 1923年に創業者の中林安江門が大阪市内で製本所を開いたのが始まり。その後1959年には手帳の製造を開始し、さらには1968年から現在まで同社の代表的製品であるフエルアルバムを製造開始し、現在も発売され続けるロングセラー商品として多くの人たちに親しまれている。 ちなみに、増やすアルバムというのも存在する。名前からして、増えるアルバムのまがいものに思われがちだが、こちらも、正真正銘中林の製品である。oa 機器は、かつての子会社である、ロアスブランドで展開している。紙製ながらも UV カットシートをセットした、写真フレームである、V カットマットは、人気が高い。その他、 同社を代表する商品には手帳があり、隠れたロングセラー商品となっている。2008年にオーブン社が販売する英語教育教材が NHK 主催の教育コンテンツ国際コンクール第35回日本賞のコンテンツ部門幼児向けカテゴリーで優秀作品に選ばれた。この教材に付属する音声ペンの供給は半ばやしである。 1979年、草壁エンタチョの旧成長会社の内紛を描く、実力戦無猿が発刊同族企業中林の内紛を描いた暴露本である。2005年、チャイルドシート専門メーカーのリーマン株式会社を完全子会社化し、育児関連事業へ踏み出した。2006年9月に、ドイツケルンで開催された国際ベビー用品、展示会にチャイルドシートを出展した。 2007年、インターネットを利用して、オリジナルの写真集を作成できるサービス、増えるフォトブックのサービスを開始。2008年には、B2 バイト向けにもサービスを展開するなど、継続的に活発な活動を展開している。2009年に、音声ペンやセキュリティ製品等を扱うウェブショップ、アンシストダイレクトをオープン。2017年には、株式公開買い付けにより、 東芝テック株式会社の子会社であった国際チャート株式会社を子会社化している。2020年、中林氏が運営するネットショッピングモールである増えるモールより顧客情報が流出。2021年、コートリーが2019年10月に立ち入り検査に入り調べを続けていた年金定期便などの作成業務の入札で談合事件で 公正取引委員会は印刷業者二十数社の独占禁止法違反を認定する方針を固めた。公正取引委員会は再発防止を求める排除措置命令や二十数社に対し契約14億円の課長金納付命令を出した。なお、出場カップルにプレゼントされているのはアルバムではなくクラッシモである。提供開始番組は朝日放送制作。 全国ネット番組のスキ、好き、好き、魔女先生であり、終了後は1972年から2013年まで41年間に渡、わたり、新婚さんいらっしゃい、のスポンサーを務めていた。2013年4月以降からは、たけしの健康エンターテインメント、みんなの家庭の医学を提供しており、2016年3月末まで、務めた。なお、 クレヨンしんちゃんのスポンサーを2017年6月末で交番したことに伴い、約46年間以上続いた全国ネットでの提供枠は終了となった。なお、全国ネットのスポンサーは週替わりまたは特別番組などでも行っている。過去には、新婚さんいらっしゃい、を含め朝日放送制作番組が多い。ただし、関西テレビ、読売テレビ、 宗教広域権局などの制作によるレギュラー番組も一つも提供していない。東京キー局でも以前はスポット経験もある。現在過去以上はいずれも朝日放送制作の番組。以上はいずれもテレビ朝日制作の全国ネット番組。2014年にセレッソ大阪のスポンサー契約を締結し、2018年2月より、 公式ユニフォームスポンサーとして参加している。ありがとうございます。